お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、視聴者デッキのやっていきたいなと思います。プレイヤーネームですね、じゃがりこさんというね、方からデッキいただきましたので、そちらね今日やっていくんですけども、そちらのデッキなんとこちらエレジャイバルーンのね、しかもなんかレイジが入ってるっていう、なんか見た目いかついね見た目めっちゃ強そうなの。なんか前なんかエレジャイラバみたいなね、なんかいつか紹介したことがあるんですけど、なんかエレジャイプラスのなんかいろんな組み合わせはねちょっと面白そうだなと思いまして、今日早速ね、こちらでやっていくんですけど、トロ500ぐらい落としましたね謎に。なんかクエイコグをめちゃくちゃ練習してるんですけど勝てなくて、気づけばねバカ落ちたので、ちょっとこのねエレジャイバルーンデッキに力を借りたいなと思います。ちなみに、味はねサラダ一筋です。それ以外はもう受け付けません。というわけで、一応ねそのじゃがりこさんという方の、ツイッターですね、概要欄に貼っておきますので、気になった方はねぜひぜひフォローするなり、よろしくお願いいたします。で最多7800ぐらい行かれてる方で、そうめっちゃ高い方でしたね。さあ今回相手は J かな、 J ジャイプリ、ジャイプリでこれは防衛5とかじゃないのかな。あー、いいメガゴだ。攻め取りにしてもよかった気もするけど、うーん、いやちょっと、そんなバカな、そんなカウンター来ることあるっていうぐらい来てるんですけど、エレキなんで引っ張ったんや。まあまあまあ、いやこれ待って、トルネガル俺、おしゃれじゃね、ちょっと待って、おしゃ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 、ちょっとやばそうな気がしたのでレイジまで振ってね、ういー、まさかの トリトントルネでしたね。トルネトリトン、はいはい、防衛はいいね。ジャイをキング起動できたのは結構でかいですね。で、まあ、プリンスとか、意外とダークプリンスの受け自体がそんなないので、まあ、なんかね、ライドラで頑張りつつ、エリジャイで頑張りつつかな。いやー、マジか。でもこれ、感電は?うわ、うちのライドラ、ちょっとサボったね。さあさあさあ、ダメージ抑えていけば、ぶっちゃけ、こんなのさ、エリジャイでバルーンつけられて、なんならレイジとかされて、守れないじゃないですか。ぶっちゃけ守れないと思うんですよ。だから、多分2倍タイム、3倍タイム入れば僕の方が強いので、序盤どれだけ耐えれるかなっていう勝負になるんじゃないかなと思います。よし。さあ、いい感じに受けていきましょう。いい感じにね。ナイス。ナイス。で、ここをトルネで下げて、OKOK、ダメージ防いでいきたいね。単体プリンスとか結構嫌ですね。プリンスにライドラかダクプリ当てれるといいんですけど、コストがやっぱない場面が多そうなのでね。ちょっと怖いよね。さあ、ライドラでね、早めに止めていきます。さっきみたいなディガーがね、ちょっと怖いので。いや、バルーンレイジ生きてえけど、一回待ってもいい気がしますね。いや、ケツエレジャイから行っちゃおうかな。いや、マジで、こっからはもう俺のターンだと思うんだけどね。ちなみにこのデッキ使うの初見です。まだ一回も使ったことないです。よいしょ。さあ、トリトンでね、ジャイを抑えてあげつつ、で、ロケット押しにディガーですよね。まあ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 、これはいいんですよ。で、エレジャイがやっぱミリでも残ってくれると熱いんですよね。ミリでも残ってくれると熱くて、さあ、レイジで、走って。で、ロケット押しぐらい添えてあげるか。オッケーオッケー、熱いんじゃね?だから何がどうなってるか、すごいわかんないですよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけマジでわかんないんですけど、いや、もう一発欲しいな。で、ここで、多分バルーンに相手結構過剰にコストを使ったら、このエリジェが強いんじゃね?で、プリンスとか、プリンスとか来る、裏。いや、マジか。いや、来ない。まあ、ダックプリを引っこ抜くだけでも、偉いでしょ。これ、来たんじゃね?いや、勝ったよな。さあ、最後、おしゃれにね、トルネで、まあ、いらんけどね。オッケーオッケー、ナイス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 っていう。まあ、ゴリ押しですね。最終的なのはゴリ押しです。それまでに、しっかり耐えて耐えて耐えて耐えれば、そのゴリ押しがね、完成しますよというわけで、えぐいですね。こんなデッキ思いつかないですけどね。本当は適当にランダムでデッキ組んでもらったらこうなったみたいなね。失礼か。マジ失礼。本当にごめんなさい。マジでごめんなさい。よし。まあ、そんだけで序盤耐えたいね。バルーンとかも多分出さなくていいですね。なんか、陸受けで困ったらエレジャイ受けとかもしつつ、まあ、序盤耐えたいな。で、マジで今の環境、ダークプリンスとロケット押しとかがその辺が強いんですよ。まあ、だから、環境にもね、意外と刺さってる。さあ、コウモリ。んー、まあ、バルーンとかなのか?さあ、うわ、えぐい、えぐい、えぐいってマジ、えぐいって、えぐいって、えぐいって、マジでえぐいって、本当に、マジで笑えない。えぐすぎるやろ。いや、えぐすぎるやろ。入りすぎやろ。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。まあ、俺も言えんけどな。俺も言えんけど、えぐすぎるやろ。
いやー、ダクプリミニペコウモリだったので、あ、これ緊急度されると嫌だね。エレジャイなんでね、嫌だね。お拒否されない。多分、てかほぼ確でスパーキーかな。ほぼ確でスパーキー。で、スパーキーにね、エレジャイって意外と刺さんないんですよ。まあだからバルーンを通したい方が優先かなと思うんだけど、ネクロか。ネクロのスパーキーはあんま見ねえからな。違うのかな、もしかしたら。いやでも多分合ってると思うんですけど。さ、ハシマエリジャイとかもなんならジャイでしたね。ただのジャイレージか。これさ、行く？行ってもいい気がするんだよな。行って、トリトンで相手のジャイをキングギド。いや、しかもいい。コウモリやってる。これ来たでしょ。なんならレイジ行く？レイジはいっか。一旦ね、ステイして。なんかミニペとかで多分ね、ボコボコにされるんだよね。あー、これ、無理かな。もう殴り合いっすね。今回の試合は殴り合いだ。さあさあさあ、ミニペ受けがちょっときついですね。で、相手の対空が今のところネクロとコウモリなんですよ。だからバルーンの受けはそこまで優秀ではなさそうっていうのがね、ちょっとあるんですけど、どうやらね。さあ、バルーンレイジ大事になってきそうだな。形組めば絶対折れるんだけど、ネクロちょっと嫌なので、まあ、ここは一旦ステイかな。さあ、受けから行きたいね。受けから行けば全然あります。まあ、相手の形が止まんねえよな。受けから行くとか言っても。ぶっちゃけ。これね。さあ、エレジアイで組んで、ライドラ無双するかもね。相手、なんかライドラきつそうじゃない？結構。コウモリでしょ、あと。やべ、ヤナアメファイボ。ファイボとかあったらライドラ飛んじゃう。さあ、こうライドラのね、チェーンとかしつつ、さあ、トリトンで、ここはね、耐えていこう。トリトン、ナイス？ナイス。ああ、いいザップだけど、ザップ使った。これさ、普通にさ、レイジバルーン強いんじゃね？来た。もしかして。このレイジバルーン、新しいパターン。さっきまで一回もしてなかったけど。いや、いい、いい。しかもライドラ？ライドラもう一発？もう一発！ナイス！で、これやべ、防衛できん、防衛できん、防衛できん。やばいやばい、待って待って、これやばい、本当にやばい。あいつが来る、あいつが来る。絶対 G が来る、G が来る。いや、G は来んかった。引っ張って。ナイス！オッケー、トリトンナイスですね。トリトンマジ優秀だな。オッケー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 。これ、これが、今みたいなパターンの攻めができるのも強いですね。LJ バルーンもできますし、シンプルにね、LJ で攻めれる。あとシンプルにバルーンですね。今みたいなので攻めれるので、まあ、相手が空薄いならばバルーン積極的に攻めるのもありかなと思います。やべえな、俺がめちゃくちゃ集中して頑張ったクエイクホグでトロ500ぐらい解けたのに、LJ バルーンでなんかね、トロが上がるっていう。いや、マジ、クラロあるあるっすよね、そういうの。さあ、コカッちゃんですね。ちょっと珍しい。そして、コカツにはやっぱ施設とロケット入ってるから、まあ、そう考えると結構、ハズレを引いた気もしないことはない。ちょっとバルーンだけやっちゃおうかな。まあ、どうせロケですよね。はいはいはい。で、相手の、まあ、施設が、まあ、インフェかテスラか、まあ、ぶっちゃけどっちでもいいんですけど、これはだからやっぱ単体エレジャイだけだったり、バルーンだけだとほんと通らないので、今回はエレジャイバルーンがね、刺さるんじゃねえかな。バルーンに施設使わせてエレジャイで攻めるとかもすごいいいんですけどね。いや、ここ緊急度できるの熱いっすね。よしよし、こっからね、相手のゴブリンバレルを最悪無視してもいいです。エレジャイバルーンの形はなかなか組めなそうではある。さあ、トリトン出したらハシマイプリン。いや、そうですよね。なんならトリトンと被るぐらいのタイミングでしたね。ここでね、いやー、一旦待ちますか。さあ、2倍タイムですね。ほんと1倍はね、もうどうにもできないです。さあ、ケツエレジェ、これまあ、捨てみたいなもんですね。捨てではねえけどね、ちょっと様子見つつ。バルーンレイジでさ、インフェルノタワーだった場合さ、エレジェがさ、レイジで早く走ったらさ、インフェにギリ届いてみたいなないかな。ワンチャンあるくないですか。さあ、これ相手インフェも置かないといけないし、ロケも打たないといけないって。いや、エレジェ、感電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 、熱い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 。さあ、これしかも、なんか、やりごぶ邪魔だな。やりごぶ邪魔。オッケー、オッケー、オッケー。え？落ちた。えぐっ。マジか。マジ？本当に？落ちていいの？それ。いや、でかっ。エレジェ歩いてさ、やっぱリセットできたのでかいですね。レイジだからこそできたみたいなね。あっち、これ出してー。行っちゃえ。ダクブリいるしね、インフェルノタワーちょっと出しにくいよねっていう。オッケー、これそ、ああ、許容して攻めてくんのか。さあ、耐えたいですね、僕はここ。トルネとかねえから、ロキ砲で、
さあ耐えて。オッケー。相手ロケなんでね。これだってロケ打たしたら、もうね、バルーン刺さるし、バルーンにインフ使ったらエリジャイ刺さるしの、まあ、無限ループなんでね。流れとしてはいい。これちょっとトルネで確実に処理しちゃおうかな。これいいんじゃない？これ、どう思う？レイジ、バレル来るかな？バレルプラスロケで来るかなと思ったんですけど。うわ、マジか。耐えろ。うわ、マジか。耐えれねえのか。いやー、今のはちょっと耐えてほしかったー。さあ、組みましょうか。多分、組めば。組めば止まんないと思うんですよ。しかも、僕、これライドラいるんで、ライドラにね、ちょっとロケとか相手打ちたいよねっていう。よしよしよし。よしよし。さあ、ダックプリでね。相手だってインフラのタワー、これ、おお、そこで置いたらもうね、さあ、LJ がね、パーティーしちゃうっすよ。からの、これ、0時でいいんじゃない？ 0 時で、ちょっといろいろぶっぱしてからの、この遅めなね、謎の遅めバルーン。真ん中でもよかった気もするけど、よしよしよし、沈んだロケか？で、今、インフェ使ったら、これ、絶対守れません。これだって守れたら、ほんと、訴えます。何やねん、訴えるって。よしよしよし。さあ、トルネでね、全部さよならしてあげて、施設使ったから、ナイス。おい。いや、強いね。本当に？本当に言ってる？なんだ、これ。いや、マジで、クラロワあるあるなのか。こういうデッキの方が勝てるんですよね。いや、楽しいね。なんか、こういうデッキちょっと最近使ってなかったんですけど、やっぱこういうのロマンありますよね。ただのゴリ押しっちゃゴリ押しなんですけどね。よろしく。さあ4連勝ぐらい、次これ勝てば4連勝ぐらいかな。これ和紙さんって方もなんかクロスとかのイメージがあるけど今は分かんねえな。なんかそこそこに有名な方ですよね。なんかクロスのイメージあるけど分かんない。俺の知ってる別の方だったら申し訳ない。いやでもアイスピットってもうホグかクロスだと思うんですけど、枯渇もあるかな。最近ちょっと枯渇減ってるんでね。サスケどっちでしょうか。ホグでしたね。ホグはクロスより助かりますよね。ぶっちゃけどうだろうな。どっちもどっち。ホグだったらだってもうエレジャイバルーンするだけですからね。よし、ケツエレジャイからのもうバルーン添えるだけじゃないですか。これはいけますよ。ロケット押し自陣入ってくれて処理できたら熱いんだよな。マジロケ砲結構厄介なんで、あれを処理するのに本当はトリトンとかあるとよかったんですけど、いやーマジか、ミリ残りしやがる。まあ、これでバルーンつけたら終わると思うんだけどな。ぶっちゃけテスラに釣られないんですよね多分。この位置。よしよしよし。さあこれで、いや2周目が回ってくる。いやいい防衛ですね。一発も入らないと。うめっちゃいい防衛じゃん。マジか。俺でも今の攻めね、エレジェイバルーン出してあれだもんな、レイジかけただけだもんな。すげえな。よしよしよし。ちょっとこれ待って待って、悩むよ。悩んだ悩んだ悩んだ。さあトリトンに引っ張ってもらって、次の方が一応トルネで耐えれると。まあ2周目のね、あのテスラとかで守られるんですけど、今みたいにね。でもエレジェイとユニットがねいれば多分もう余裕だと思うんですよ。エレジェイバルーンの単品の2体だけだとあんな感じになるんですけど、後ろにやっぱダックプリとかそういったカードいれば熱いと思うんですよね。これちょっと逆サイドにね転換していきます。ケツロケット押しとかとね被ればラッキーだなと思ったんですけど、結構エリアと取ってますね。さあもうバルーンチンパンしていきます。ライドラ出してあげてね。これ守られんのかな。守られたらもう守られたっすよね。でここは一応防衛に回ろうかなっていう、攻め取るねとかもしたいんですけどね。さあロケット押しがとアイスピでね、うわ火力がねいい出ますね。さあちょっと防衛の意識をね、よいしょ。さあこれちょっと狙いたいですよね。こっからバルーンレイジと走れ、エージャイとバルーン走ってくれ、走ってダークプリも走るよ。さあテスラこれ一発ドカンと、この一発の重みがねあるとか言ってるけど結構負けそうなんですよね。もう一発欲しいですね、僕。さあ、トルネで耐える。これ、普通にバルーンレイジすればさ、いけるかな。ああ、え？ああ、危ない。さあ、ライドラ、絶対ナイトホグ来ると思うんだけどな。トルネがないんでね、これ。ここ耐えれねえかな。耐えたらちょっと熱いんですけど、耐えれなければ、
バーグロケット押しで終わってしまう。マジか、これねめっちゃ勝てそうなすげえ勝てそうな気がするんですけどね。ね、2周目3周目ってやっぱ高回転でね、うまいですね防衛がね、うまいことやられちゃったな。さあもうちょっとあのチンパンに頼ろうとしてる、もう脳死っすよね今日の俺。多分ねいつにも増してあのプレイが多分脳死なんですけど、お許しください。もうそういうデッキなんでね脳死でやるのが多分一番いいんですよ。中途半端にやるのが多分良くないんでね。さあこれはあれじゃないのか、ペッカ工場とかじゃないのか。でもいやマジで使ったしな。これさ、エレジャー行ってロケット押し残ったら熱いんだけどな。うおー熱い熱い。しかも工場ババも使った。ロケ砲残れ。あ、ロケ砲残ってくれや。いやこれ守れないっすよね、この工場えぐいて。いやマジかマジか。ダクプリがねあればちょうどよかったんですけど、逆なんだよな俺の思ってる、俺の欲しいサイクルと。さあ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 、でも一応耐えてんのか。耐えてるなら耐えますか。ナイス。さあ耐える。相手はペッカ工場ですね。エレジャイ自体は多分あまり刺さりが良くないで、バルーンもぶっちゃけ刺さりが良くないけど、まあエレジャイバルーン組み合わさればっていうとこですよね。さあ耐えてきてえな。このマジアチャ無視ですね。ロケット押しがね、今回スケとか ISP とかがないので、ロケット押しプラスなんか小物のね生きるのが多分そんなないのかもしれない。いやこれね、攻めなきゃ終わるっていう手札っすよね攻めなきゃ終わるけど攻めれないっていうね。さあいいザップだ。これ取り、お、ロケット氏戻ってくる、戻ってくる、戻ってこいや。おお戻ってこいや、何やってんだ。でまあペッカ来るけど折れるけどカウンターが来ますよねという感じかな。やばい、あ反応がジジイ。マジか、これ間に合わねえな。マジでジジイだな。あれそう簡単に勝てなくなってきましたね。俺のこのご両親でも不可能来たのか。いやまだいけます、全然いけます。一本折ればいいだけなので、これちょっとね必殺死んだふりやっちゃいますいやマジで成功するかもしれない、必殺死んだふり。いや本当に悪くないですか。いやマジで死んだふり説ある。いや本当にある。あと30秒もあるよだってね。いやバルーン飛ばしてえな。あペッカ殴っちゃった。あ俺の死んだふりが今ねこのなんて言うんだろうな、ここ最近でそんなことする人多分いないかもしれないんですけど、あのごくまりに通じますよ。あのなんかあもうあこいつ諦めたなとか思って、なんかこうね、何も一回ユニット出さないじゃないですか。相手が大量にコース使ってくれて、それ一気に守ってフルカウンターとか、僕でもあんましたことないけど、されますね、よく。おー、相手諦めたかと思って、ユニット連打すると、ガチで全部守ってきて、一気にピンチになるみたいなね、あるんで、まあ、知っといて損はないかなっていう。そんな大きな得があるわけではないんですけどね。さあ、なんか、序盤のユニットの先方がちょっと難しいですね、さっきから。さあ、バルーンでテスラと。あーこういうの方が良かったかもしれないですね、こういう攻め。今回の相手も多分クエコグなんですけど、クエコグ人気だな。今みたいにバルーンでテスラを使わせてからの、端前エレジャイが、そしたらねエレジャイだってねテスラ相手ないと最強に強いんですけど、まあ、相手回転早いからもう回っちゃうっていうのがねちょっと難しいところですよね。さあ、エリジャイちょっと隠しときでな。あ、あれ、いかれるいかれる。まあ、キングギド狙いでしょう。さあ、エリジャイ行ったところで、テスラで守られる。ふん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 。2倍タイム入ってからか。ケツエリジャイやりてえけどな。どうしようかな、マジ。さあ、防衛からね。さあ、逆サイホグ取るね。で、まあ、また耐えていこう。いやー、むずいところだね。端前行きたいけどな。バルーン行って、テスラです。はいはいはい。なんならこれもうバルーンレイジだけでいけるんじゃないか。ここで、行きます。相手テスラ裂いてからまだ1枚ロケ砲 LSP2 枚ぐらいしか裂いてない。これでもう1枚でテスラとかじゃないですか。さあ、レイジでちょっとダメージいっぱいあげたいな。オッケーオッケー。テスラ間に合わないね。ナイスナイスナイス。
いや、そこそこにいいレジ。いや、えぐいなこれで、これで1000まで削った。オッケー、でかっ。いや、この戦い方は結構いいですね。バルーンで、だってバルーンね、絶対テスラ使わないと相手守れないんで。よしよしよし、テスラ使わせて、次の8コスで、あ、お、学んできやがった。学んできやがったけど、これ入るんじゃね？入んねえのかな？ああ、レイジとかあればっていうね、ところであるか。よしよしよし、相手が学んできましたね。さあ、耐えたいね。耐えて、耐えて、これはいい感じのカウンターがいけるんじゃないのか。シンプルにエリジャイのカウンター。で、レイジで5コスバルーンとかいけたらより熱いんだけどな。ね、これもあるよね。エレジャイでテスラを使わせてからの、このバルーン。よしよし。バルキリー強えな。バルキリー強え。テスラ回るな、これ。いや、でもエレジャイが届いてる。しかもロケット押し打ったことによって、テスラがワンパンで壊れる。さあ、バルーンの爆破ダメージが入って、勝てるという感じでね。ナイス！まあ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 、さすがに、相性はちょっといい気は。するまあ、エレスピだったっていうので、バルーンがやっぱなかなか凍らない、エレジャイもなかなか凍らないっていうのは、まあ、よかったのかなと思います。だけで、ちょっと今日はね、この辺で終わりたいなと思います。じゃがりこさんのね、エレジャイバルーン、ちょっと皆さんも使ってみてください。で、またちょっとね、出来募集しようと思うんですけど、まあ、ツイッター、できるだけツイッターかインスタでね、募集しますので、よければね、僕のツイッター、インスタ等もフォローだったり、DM だったり、よろしく。お願いします。チャンネル登録もね、皆さん忘れずよろしくお願いいたします。というわけで、終わります。では、お疲れちゃんでした。またね。